やはりサングラスの男はバルターだったのね。ああ。っておい、やはりってことは予想していたってことか。服装と風体を聞いてひょっとしたらとは思ったわ。それよりも迂闊だったわね。どうして彼にそのままゴスペルを持ち帰らせたの？仕方ねえだろう。そこまで大層なもんだとは思わなかったんだ。第一、そのあたりの事情をろくに説明もしないでエルモに急がせたのはお前だろうが。ええ、私の判断ミスね。そのくらい説明しなくても察してくれると思ったのだけど。可愛くねえやつだな。ともかくこれで地震の調査は終了ね。調査に対する報酬を渡しておくわ。ありがとう、キリカさん。でも結局あのグラサン男、二人のどういう知り合いなの？そうだな、なんて説明すりゃいいか。端的に言うと、かつての同門の弟子同士ね。私とジンとバルタ。彼が一番年上で、いわゆる兄弟子だったわ。同門の兄弟子、武術の先輩ってことですね。ま、正確に言えばキリカは弟子じゃないんだがな。龍河先生の。私のことはどうでもいいわ。とにかくその男はタイト流の門下だった。そして6年前道場を出奔して見喰らう蛇にスカウトされた。簡潔にまとめるとこうなるわね。キリカ。それだけ聞けば十分です。しかしお二人と同じタイト流の使い手か。あの凄まじい腕もうなずけるわね。道場にいた時よりもさらに凄みを増していやがった。達人クラスと言っていいだろう。危険な男であるのは確かね。ただこれ以上例の極地地震が起きる可能性は少ないでしょう。警戒は緩めていいかもしれない。ああ、そのようだね。市民と職員に伝えておこう。しかしまたしてもゴスペルが使われておったか。しかも肢動脈を活性化させる装置と合わせて使っていたとは。学園地下の投影装置にも使われていたことを考えると、動力機の機能を飛躍的に高めるブラックボックスと言えそうだね。まさにその通りじゃ。空間投影装置にしても肢動脈の活性化装置にしても決して実現不可能な技術ではない。じゃがゴスペルによる現象は現在の動力技術の常識を超えておる。わしはもちろん他の名だたる技術工房でも作れるとは思えんわい。そうですな。共和国のベルヌ社や帝国のラインフォルト社、さらに戦術オーブメントを開発したエプスタイン財団でも無理でしょう。それだけ結社の技術力が半端じゃないってことね。とんでもない天才がいる可能性が高そうじゃの。これは負けてはおられんわい。おじいちゃん。はあ、仕方ありませんね。新型エンジンもようやく完成しましたし。
中央工房もゴスペルの解析に最優先で協力させてもらいますよ。当然じゃ。確かにゴスペルの正体が判明したら助かっちゃうかも。今後どういった形で使われるか分かったもんじゃないし。それにあの連中、実験なんて言ってたわね。二度あることは三度ありそうだわ。ゴスペルの分析は引き続き博士たちにお願いするとして、あなたたちはそろそろ次の場所に移った方がいいかもしれないわね。うん、そうね。犯人は捕まえられなかったけど、地震の一件は片付いたみたいだし、次に行くとしたらどこが良さそう？ちょうど王都支部から応援要請が入ったばかりよ。何でも王国軍から正式な依頼が来たらしいわ。王国軍からって父さんからの依頼ってこと？詳しいことはわからないわ。ただあなたたちをわざわざ指名してくるくらいだから、結社関係である可能性は高そうね。確かに。行ってみるしかなさそうね。それじゃあ決まりだな。サイスでの用事を済ませたら王都行きの定期船に乗るとしよう。ジンさんも付き合ってくれるの？おいおい、どうして俺がわざわざ戻ってきたと思ってる？バルターの件もあるし、ヨシワだって見つけるんだろ？とことん付き合わせてもらうぜ。ジンさん、ありがとう。ジンさんが協力してくれたら百人力ね。あのサングラス男には痛い目に遭わされちゃったし、稽古をつけてくれると助かるわ。ああ、構わねえぜ。あいつの技はかなり特殊だが、対策くらいは教えられるだろう。ええ、お願いします。お姉ちゃん、シェラさん、私もついていっちゃダメですか？アロマ、これからもゴスペルとか変な装置が使われることがあると思うんです。私そんな時だったら少しは役に立てると思うから、お願い連れて行ってください。でも、ラッセル博士のご意見は？祖父としては渋い顔をせざるを得ないが、こう見えてティータは頑固じゃし、なるべく孫の希望は叶えてやりたい。じゃからわしはあえて反対せんよ。おじいちゃん、結社とやらが想像以上の技術力を持っているのは確実じゃ。その意味では今後の調査にティータは絶対に役立つはずじゃ。お買い得であるのは間違いないぞ。そんな、新製品の売り込みじゃないんですから。確かにティータが手伝ってくれると助かるけど、でもまたあの男みたいな危ないやつが現れたとしたら。思ったんですけど、地震の一件を見ても結社が民間人の安全を考えているようには思えません。ここにいたら安全とは必ずしも限らないと思うんです。つまり私たちと一緒に行動した方が安全かもしれない、そういう考え方もあるってことね。はい。クローゼさん、シェラさん、ああもう分かったわよ。私だってね、ティータと離れたくないんだから。
ということで、よろしくね、ティータ。うん話がまとまって何よりだますます賑やかになりそうだね。ティータや、気をつけて行ってくるんじゃぞ。お前が頑張っている間、わしも必ずやゴスペルの謎を解き明かしてみせるからな。うん、楽しみにしてるね。博士のことは心配しないでくれ。事故を起こしたりしないよう、私が責任を持って監視するからね。よろしくお願いします。まったく、どこまでも失礼なやつじゃの。オートのエルナンさんには私の方から連絡しておくわ。女神の加護、気をつけて行ってきなさい。おお、アルセイは先に到着してたようだね。くぅ、いつ見てもゾクゾクする機体だね。本当に惚れ惚れしちゃいますよね。あんな船を毎日整備できたら整備士冥利に尽きるんですけど。それ俺のセリフだよ。いや、グスタフ整備長、忙しいところをよく来てくれたね。よう、シード中佐、またあんたの出迎えかい。偉くなってここの守備隊長はお役御免になったんじゃねえのか。そうなんだけどね、実はこの後部下と共に警備艇で出発する予定でね。準備が済むまで暇なので出迎えさせてもらったのさご苦労さんなかった。そういや、こっちの方でも地震があったそうじゃねえか。まさかアルセイユが壊れたりしてねえだろうな。いや、アルセイユが到着したのは地震が起こった後のことでね。地震自体も万全の備えだったから、ほとんど被害は出なかったんだ。ここの施設もそのまま使えるはずだ。そりゃ助かるぜ。早速今からでも作業に入っちまいたいところだね。親衛隊の連中はどこにいるんだ。ああ、案内しよう。今行けば面白いものをお見せできると思うよ。はあ？両者構え。はじめ。やあ。どうした。動きが直線的すぎるぞ。再建だからこそ可能な攻めの流れが作れるはずだ。教えたことを思い出せ。
それでいい。ではこちらからも行くぞ。守りも基本は同じだ。相手の動きを取り込みつつ攻守の流れをイメージしろ。はい。そこまでだ。さすがだな。昔お前に教えたのはほんの基礎だけだったが、よくぞ独力でここまで鍛えた。いえ、まだまだ未熟です。なかなかいい試合だったぞ。将軍、ですが。正直、お主がここまでやるとは思いもしなかった。相当な使い手であっても、貸し薄相手なら数号ほどで剣を弾かれてしまっただろう。若手最強と言われるのも頷ける。恐縮です。ですが滅多にない機会。できれば叩きのめされるまでお付き合い願えないでしょうか。なかなか頼もしいな。さてどうするカシウス。付き合ってやりたいのは山々ですが、どうやら客人のようですな。はあ、これはすごいもんを見ちまったな。二人ともお疲れ様でした。シュバルス隊、本当に見事だったよ。シード中佐、それにそちらの方は。中央工房から派遣されたグスタフっていうもんだ。よろしく頼むぜ隊長さん。これは失礼した。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ大尉です。こちらこそよろしくお願いします。どうやらこれでお開きのようだな。みんな、余興はおしまいだ。それぞれの持ち場に戻ってくれ。イエス、サー。さてと、早速で悪いが、機関部を見せてくれるか。できれば今日中に目処をつけちまいたいからな。ええ、了解しました。それでは失礼します。重将、ご指南いただき、ありがとうございました。なんのなんの、こちらもいい運動になった。整備長、大尉、アルセイを頼んだぞ。はっ。どんとお任せあれ。さすがですね、彼女は。これからさらに伸びそうです。そうだな。お前やリシャールの息まであと 1,2 歩といったところだろう。ああいう若者を見るとこの老体にも湧き立つものがある。カシウス、後で付き合わんか。将軍、さすがにお年を考えた方がよろしいんじゃありませんか。
聞けば去年の武術大会ではかなり大暴れしたそうですな。少しは若い者に花を持たせてやらなくてはいかんでしょう。だからこそお前に司令の座を委ねたのだ。そこまで言ったからには文句を言わずに務めてもらうぞ。おっと、ヤブヘビでしたか。そうだ、シード中佐、今日には出発するそうだな。はい、正午には警備艇2隻を持って三個中隊を率いる予定です。調印式にはわしも参加するが、それまでは身動きが取れん。王都のお守りは頼んだぞ。よろしくお任せください。遊撃士協会と協力してことに当たらせていただきます。あまり愉快ではないが、今回ばかりは仕方なかろう。将軍のギルド嫌いも徐々に治りつつあるようですな。監視塔に動力センサー。水中には機雷群を設置。やはり守りは完璧ですわね。仕方ない。やはり連中の言う通り、あれを使うしかないわね。閣下、もうすぐです。どうか待っていてください。Thank you.